国鉄休憩電車の車両形式。国鉄旧型電車の車両形式日本国有鉄道、国鉄における休憩電車とは、1959年、昭和34年5月30日付総裁立ち第237号、同年6月1日施行による車両称号規定改正時に初めて現れた概念である。この改正で、 独自の称号規定を制定された新型電車、新性能電車に対し、それ以前のものが休憩電車とされた。ここで休憩とされた電車は、1906年、明治39年に国有化された後部鉄道次の二軸車以来の伝統式な駆動方式である、吊り掛け式を採用する電車群であり、休憩国電、休国とも呼ばれる。したがって、 ここで扱う規定の対象は、この改正以前については、国鉄の全電車であり、以後については、上記のカテゴリーのものとなる。本項目では、度重なる、改正の最終形態である、国鉄末期のもの、まだわずかに休憩電車が残存していたについてまず、説明し、歴史説でそれ以前の変遷について解説する。なお、日本の電車そのものの発展の概略は、 日本の電車史を参照されたい。電車の形式称号は、1959年に称号改正された101系、電車、151系、電車、153系、電車、155系電車等以降の新性能電車と、それ以前の9系電車とで、称号方式が異なる。なお、本節では、JR 改善、国鉄末期の校舎について記す。 前者は国鉄新製の電車の車両形式を参照されたい。このうち、丸については、電車の車種を表す記号を表し、については用途を、標準形電車の A は、車体長、B は、電動車か制御車、付随車の別によって区分され、AB によって形式を示し、CE については、製造番号を表す。造形電車の BE については、下記を参照されたい。 車両の種類を表す記号は次の通りである。単独で使用する場合が多いが、合わせ作り車の場合は、下記の順番で重ねて使用される。休憩電車の形式数字は、桁位置により次のような分類がある。標準型電車は番号の満位及び繊維位の数字を、雑系電車は1000位から1位までの4桁の最初の番号を形式数字とする。形式は記号と、 形式数字を合わせて表される。標準型電車の場合は、下記の表のように万人が、社長、使用目的、繊維が電動車か否かを表す。なお、新型電車の形と異なり、旧型電車では違う形式同士を連結しても、走行は可能である。国有鉄道の車両の統一的な形式番号付与基準が初めて制定されたのは、 1911年、明治44年1月16日付け立ち第20号によってで、ある。この時電車は、起動車、上起動車と共に、客車の一部として扱われている。電車が電車として、独自の形式番号体系を獲得するのは、1928年、昭和3年5月17日付けたち第385号、同年10月1日施行による、 称号規定改正時である。この時の称号規定が、以後、数回の改正を重ねながらも、現在につながる、休憩電車の形式番号の基本となっている。それ以後、比較的大きな称号規定改正が行われたのは、1953年、昭和28年4月8日付送済立第225号、同年6月1日施行である。この時は、 17メートル級電車の形式整理、改造車への形式付与整理、戦時買収によって、国有鉄道に編入された施設からの引き継ぎ車への国鉄式形式番号の付与等が実施されている。そして、戦術の1959年改正による称号規定が現在まで使用されているものである。以下、順に、それぞれの形式称号規定について、 解説を加えることとする。1911年、明治44年1月16日付立第20号により、制定された車両称号規定により、電車は客車の形式番号体系に含められた。電車の番号は、客車の2等車と3等車の間に設定され、二軸車は950から999、ボギー車は6100から6499が、 割り当てられている、後に、番号の範囲は追加。形式は、一連で付される、同一形式車の最初の番号を取ることとされ、車両の重量、換算量数を表す記号、ボギー車のみ、詳細は、国鉄客車の重量記号を参照電車の記号、でという表記が原則になった。通常の営業用客車の場合、ここに等級を表す、記号、い、はもつくが、 この頃の国鉄電車はすべて3等車モノクラス。後部時代には2.3等車の合わせ作り電車もあったが、1909年、明治42年6月に二等料金自体が廃止され、二等室部分を手荷物室に改造して、2で950系になっているで、等級区分の必要がなかったためこの表記は付けられず、食用車の矢などの旅客以外用途の記号が付く場合に表記される。 なお、関急車を表す記号を、負は、電車には使用しないこととされた。この称号規定により、後部鉄道引き継ぎの二軸車は、9 5 0系2で950から952,960型で960から962,963型で963から988に、1909年。 明治42年に製造された国有鉄道発のボギー電車1から10は 6100K、ほで6100から6109となった。1913年、大正2年4月22日付けたち第301号により、換算量数の算出方法が変更され、また同日付けたち第302号により、ボギー車の重量記号の規定が変更になった。この ボギー電車の装備車で重量が25トンを超えたものがあったため、重量記号が、歩から1ランク上の、なにされ、歩でが、なでに解消された。主電動機を持たない、不随電車の登場に伴い、1914年、大正3年4月7日付立ちで I322 号により、不随電車を表す記号、とでが追加された。なお、ここで言う不随電車とは、 現在でいう制御者のことである。1914年、大正3年8月29日付た地第794号により、記号の設定方法が変更され、従来の重量記号を併記する方式から、主電動機を持つ電車を表す記号で、主電動機を持たない電車を表す記号、区に、東急記号を組み合わせる方式に変更され、なでは、で派に、なとでは、区派となった。 なお、従来二等車と三等車の中間とされていた電車の、等級が三等車と規定されたことに伴い、形式と番号の変更が実施されている。1917年、大正6年9月1日付けた違い833号により、付随電車の記号が、制御機を持つ者、区と制御機を持たない者、差に分離された。これにより、 黒派と称していた6190から6199がサロ派に、ク派と称していた6410、6420から6423がサハに変更されている。1928年、昭和3年10月1日に施行された車両称号規定改正は、ほとんどの車種に及ぶ大規模なものであったが、この時、電車の形式番号は、 客車から分離され、電車独自のものが定められた。種類を表す記号は、電動車を表す、でが、もに改められたが、制御車を表す、くと付随車を表す、さは、そのまま使用された。従来、事業用車の用途記号については、食用車の、やと試験車の、県が存在していたが、この称号規定では、やに統合された。番号は、 1001から39,999、後年99、99,999まで拡大が割り当てられ、番号の満位及び繊維位の数字を形式として用いることとされた。従来、番号は形式ごとに末尾例から付されていたが、この改正により一から付すように改められている。満位の数字は、装備する主電動機の出力並びに、 車体の構造に応じて、次の通りとされた。繊維の数字は、0から4が電動車、5から9が制御車、または付随車とされた。また、記号及び形式は、右のように記号と番号を横書きに、上下2列に表記するよう改められた。1939年、昭和14年以来、電動車や制御車でありながら、 手電動機や制御機を装備しないまま営業につく、車が出現するようになり、戦後の63型に至っては、未電装車が大量に発生するようになった。また、在来車も、戦中戦後の国士により修繕ができないまま、転用せざるを得ない車が多数に上ったため、1948年、昭和23年4月、こうした車を運用上区別する必要から、電動車で、 主電動機のないものを、もは、さらに主管制御機のないものを、もは、制御者で主管制御機のないものを、区派とし、く、さは、記号の左上に小さく表示することとされた。1928年に制定された電車の、称号規定は、改造や心臓により早くも行き詰まりを見せていた。また、私鉄の買収によって、形式数は膨れ上がり、 戦前の買収による三社については、国有鉄道の形式番号を与えられたものの、戦時買収施設からの引き継ぎ者は、施設時代の番号のまま使用され、重複番号も生じていた。1953年、昭和28年6月1日付で実施された、車両称号規定、昭和28年4月8日総裁いたち第225号、では、 これらの問題の解決を主眼に次の内容で実施された。なお、繊維の数字は引き続き0から4が電動車、5から9が制御車、または付随車とされている。1959年の規定改正直前には、新生の電車の暫定形式としてこの、称号規定の空板に押し込まれたが、151系、20系の満員に2を用いたこと以外、 この原則は踏襲されている。カッコ書きは、開番前に廃車となったもので、予定されていた、形式番号。1959年、昭和34年6月1日に施行された、昭和規定改正、昭和34年5月30日総裁立ち第237号、では、新型電車並びに交流用電車を呼び、 交流直流両用電車の不番体系が制定され、便宜的に旧称号規定に則っ,って形式付与されていた新性能電車、101系、90系、151系、20系、153系、91系、155系、82系などが新体系に分離された。交流用電車、交流直流両用電車においては、 吊りかけ駆動の休憩電車に属するものも存在したが、こちらは新型電車用の規定によって不満される。記号については、電動車は運転台の有無にかかわらず、すべてもであったが、80系の登場で中間電動車が発生したため、運転台を有しない中間電動車をもとし、運転台付きの制御電動車をくもとするよう改められた。また、 従来は、電車の不満体系においては記号のみが異なる、同番号車は存在しないのが鉄則であったが、この称号規定では、従来の、モハ等の記号と、形式番号を合わせて、形式とするものとされた。これ以後、記号のみが異なる、同番号車が発生している。表記方法も従来は、記号と番号を上下二列書きにしていたが、記号番号を一列に表記するものとされた。 事業用車については、国鉄標準系改造車も雑系扱いされていたが、本改正において、標準型由来のものは相当の形式番号体系に移されている。なお、1953年改正の際、2200番台、6200番台を与えられた、旧半和系電車、上表で南海鉄道とされたグループについては、 国鉄車と同等の装備への標準化工事を経て、本改正後の1959年12月22日付公社第1528号通知で、本改正で開いた番号を用いくも派20系、区波25型として、国鉄正式車と同格の扱いとされた。詳細は、阪和電気鉄道の車両級、阪和軽車両の推移を参照。また、同通知では、 一部の形式、雲ハ14型、クハ16系区波29系、雲ハユニ44型、サロ46系サロ75系、区波47系で、形式や番号の整理による改版が行われている。この規定は、JR 発足後も引き継がれ、既存形式の他に、新形式雲波84型が発生している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。